自由民主党決闘大会1955年11月15日中央大学駿河大行動保守合同とは1955年11月15日に日本の保守政党であった日本民主党と自由党が合同し自由民主党が結成されたことを指すこれに先立って社会党再統一が行われていたことから保守政党 革新政党のそれぞれに大政党が誕生することとなり、55年体制が成立した。合同に向け長田町グランドホテルで会談を行う、自由党と日本民主党の指導部終戦直後から、社会主義勢力の台頭を危惧する保守政治家の間で、戦前の二大政党であった、立憲政友会系政治家と立憲民政党系、政治家が結集して、新党を結成する構想が出された。 声優会系はかつて同党の総裁候補とされていた鳩山一郎を代表に活ごうと考え、戦時中の翌三議会で鳩山と共に軍部と戦った民政党系の三木武義が構想の実現に奔走した。だが民政党系の多くは党首の経験のない鳩山よりも自党の最後の総裁であった町田忠春が党首にふさわしいと主張し、 結局民政党系の大半は大日本政治会を母体とする日本新保党の結成に参加し、結成1ヶ月後総裁に町田を就任させたことにより構想は挫折した。だが、翌3議会において主流を占めた翌3議員同盟翌3政治会の流れを組む新保党は、まもなく公職追放によって壊滅的な打撃を受けることになった。 一方、鳩山を初代総裁として、声優会計を中心に結成された日本自由党は1946年の第23回衆院選で第一党となった。ところが直後に、鳩山、三木以下幹部の多くが公職追放の対象となってしまう。そこで、占領軍の受けの良い新英米派の外務大臣、吉田茂を総理、総裁に擁立して、 危機を乗り越えようと考えたのである。鳩山派の考えに反して、吉田は、鳩山の公職追放解除後も政権は、死没ではないとして、鳩山への政権以上を拒絶する。この頃には鳩山から任された、自由党は結成当初とは、かけ離れたものとなっており、官僚出身の親吉田派の若手議員が多数を占めていた。さらに、吉田は、鳩山の病気を口実に、 尾形武虎を後継者にすることを決める。これをきっかけに自由党内は、吉田支持派と鳩山支持派に事実上分裂する。1954年、鳩山は、三木武義、河野一郎、岸信介らと共に、吉田に不満を持つ、自由党内の同志や野党の改新党などの他の保守系政党と、大同団結を図って、日本民主党を結成した。 一方、残った自由党内でも、吉田のワンマンと称される政治手法に対して国民の不満が高まっていることを感じた幹部たちは、小型を中心に吉田に退陣を勧告した。ここに至って、吉田も内閣総辞職を決断して自由党総裁を小型に譲った。だが、国会での主犯指名選挙では鳩山が小型を破って第一次、 鳩山一郎内閣が成立した。その後、左右社会党が再統一されて日本社会党となり、保守政党にとって大いに脅威となった。当時、第一党であった日本民主党は、もとより第三党に転落した自由党も危機感を持った。また、日本が社会主義国になることを恐れたアメリカ、日本の財界も露骨に圧力をかけ始めた。 社会党の脅威に対抗するため、三木や尾形らが保守合同を働きかけた。また、参議院の緑風会は、不偏不当を建て前としていたが、会員の多くは保守系であり、やはり有志という形で、保守合同を求める口上書を民主、自由両党に送った。保守合同には反対論もあり、その中心人物として、旧会新党系の松村健造。 宇都宮徳馬、三木武雄らがおり、彼らは保守分立論を唱えた。しかし、最終的に保守合同によって、自由民主党が決闘され、唯一の保守政党による単独政権が誕生し、55年体制が始まった。しかし、保守政党の溝は深く、総裁人事がまとまらなかったため、二党の総裁と総務会長であった、鳩山一郎、小形竹虎、 三木武義、王の万博の四人による、総裁代行委員大生として始まった。また、鳩山派に反発した、吉田茂、佐藤栄作、橋本富三郎らは当初自民党に参加しないと、足並みの乱れも見られた。保守合同を受けて、鳩山内閣は、政権の基盤が変わったとして、一旦内閣総辞職をし、主犯指名を受け直した。そして、第三次。 鳩山一郎内閣が誕生した。決闘当初の自民党は吉田派、反吉田派、東人派、官僚派、戦前派、戦後派など複雑な人間関係、思想対立の要素が絡んでおり、決して万弱であるとは言えなかった。保守合同した当時、三木武義は自民党について10年持てばと言い,い、松村健三は30年後には崩壊すると予想した。だが、 日本経済の急速な成長や、いわゆる、政、官財の癒着構造、派閥などによる役職、資金配分のシステムや、派閥構想による、議事政権交代などに支えられる形で時を追うに連れてその政治的基盤は、次第に強化されていった。また、緑風会は、自身の保守合同への参加は断ったが、やがて会員のほとんどは、自民党に移籍し、 1965年に自然消滅した。参議院で一定の勢力を占めていた緑風会を事実上吸収したことで、衆参ともに保守合同による一大政党が完成した。ありがとうございます。